みんなもう興味を持たないことで忘れようとしているんだ。私からすればそれが差別です。無関心でいること、それが差別です。今晩は神奈川県人権啓発センターの目的は何かみたいなことをね聞かれるので、まあ、今回の動画ではそのことを説明しようと思います。さっきね紫太郎さんの、まあ、例の頭がおかしな動画で始めたのはですね、結局ねそのことが一つ関係してるのかなというところがあるんですね。まあ、解放同盟からね私は裁判を起こされてるので、その当てつけでやってるんじゃないかというふうに言われることがあるんですけども、まあ時系列からすると裁判の前からブラクタンボやってるので別にそういうことではないんですね。あのねこの手元にあるのがね、2011年の、ブラク解放全国集会の資料なんですよね。これでね一つねこうものすごい痺れるような意見というものを見たわけです。これね、私はブラック民はカミングアウトすべきだと思う。そうでなければ本当の意味で対話はできない。隠そうとすればするほど暴露することは意味を持つ。カミングアウトすれば暴露する意味がなくなる。これはね、いや、この意見出した人ね、この資料では書いてないんですけども大阪都しか。でもまあ後でわかるんですね。これ解放同盟の中の人でね、住田一郎っていう方なんですけども、だから僕はこのね理論を住田理論と勝手に呼ばせていただいてるんですけど、このブラック民はカミングアウトすべきだと思うというあたりはまあいろいろ突っ込みどころあるんです。本当はこの人は大阪市の人なんですけども、まあ大体ね大阪市でブラック民って言われてる人は多分ブラック民じゃないと思うんですね。大体はもうその過去に得ただとか品だとかそういうものに多分たどれないって、まあ大阪に限らないんですけども、でも大阪の場合かなり高確率で無関係だとは思うんですけども、だからまあ私はブラック民はカミングアウトすべきっていうのはまあまたちょっとね違うなとは思うんだけども、問題は次なんですよね。隠そうとすればするほど暴露することが意味を持つ。カミングアウトすれば暴露する意味がなくなる。これはねすごくね深いんですよ。まあ YouTube でもコメントあったんですけども、ネタコを起こすなという話ですね。そのまあ小学校とか中学校なんかで洗脳された教師が童話教育の時間、まあ童話教育ってでもあれはもう解放教育で、そのもうあんなもん童話教育であって童話教育でも何でもなくてただの洗脳教育なんで、まあさっきみたいな紫太郎みたいな洗脳された教師がですね、こんな部落なんていうことをね教えるから差別が広まるんじゃないかっていうと、もう大激怒してですね、もう発狂しまくったとかね殴られたとか、まあそういうことってね僕もうしょっちゅう聞いてますよ。もう九州とか特に西日本ではねそういうバカな教育をやってたんで、まあそれはまあ教師がアホだっていうか、まああれ洗脳されてるんでもうカルトみたいなもんなんで、それは置いといてですよ、 あれはもうほんと洗脳されてなんていうかその解放同盟からねそういうふうに教えないと吊るし上げられるという恐怖感からそう言ってるだけなんで、あんなものにねなんかこうガンチクもクソもないんだけども、だけどそのじゃあそっとしておくことでなくなるかっていうとそういうことはないんですよね。でただその意味合いに関して僕は解放同盟とか違い教師なんかの言ってることとまた違う意味で今言ってるんですよ。結局ね今のブラック問題っていうのはもう江戸時代の差別とかとは全然関係ないです。戦後の今の政府が作ったものとしか考えられないんですよ。で今もういろんな組織がある行政に、国だとね法務省の人権擁護局、あと教育関係でもねそういう人権と名のつく、もう童話っていうのは人権って言い換えられていっぱいいっぱいなんか組織ができてるんですよね。でもこれも江戸時代の制度よろしく、もう政府の中に部落の存在点っていうものが組み入れられてしまってるんですよ。でどうしようもないことになってると。でそこでじゃあそっとしておいたらそういう組織がそのままずっと残るというそれだけのことなんです。だからなくそうって言わないといけないわけですよ。
で、例えばもう四国なんかであったバカな話で、例えばあそこのね、童話住宅をね、いつまでもそんな置いとくのはどうなんだと、もういい加減一般化したらどうかみたいな話をしたらね、もうあそこは童話地区だっていうことを言ったなとか言ってね、その言いがかりをつけられるっていうことが本当にあるんですよ。もうあっちこっちでそういうことが起こってるんですね。で、だってそのどこが童話地区だとかどこが童話施設かって言わないと、そもそもなくそうっていう議論もできないでしょ。だからそういう意味で、あのネタを起こすなというかね、部落というものを全くこう話題にしないっていう、まあそういうことはもう詰んでしまってる、そういうことができない状態になってる今で、もう一つね、その隠すっていうことの意味っていうのは、やっぱまさにね、この住田理論で言われてることで、暴露することが意味を持ってしまうんですよね、隠そうとすれば。で、僕も経験があるんだけども、その行政がね、何か隠そうっていうふうにする場合に、じゃあなんで隠すのっていう理由説明が必要になるんですよ。これは情報公開の制度上そうなってるんですし、あとまあ普通にね、別に法律とかそういうのを考えなくても、そのいやそれは言えないって言われたら、やっぱなんで言えないんだっていう話になるじゃないですか、何にしても物事っていうのは。で、その場合に、いやそれはね、そういうことを知ると差別されるからっていうふうに言うわけですよね。じゃあその考え方って普遍性ありますか？例えば100年後も200年後も、じゃあ部落っていうものはね、そういうものを言うと差別が広まるから出せませんって言って、100年後も200年後も言うとね、いやそれって100年も200年も先もね、部落は差別されるって言い続けることになってしまうわけですよ。それがこの、あの暴露することが意味を持つっていうことなんですね。だからそこで隠そうっていうことをしなければ、暴露することの意味はなくなるんですよ。いや別に、あのなんね、あの出したところで別になんちゅうこともないから出すんだっていう話になってしまうわけで、で、僕なんか大島テルと対話したらどうだみたいなことを言うんだけど、まあ大島テルさんに関しては、まあ、そもそも分野がまた全然問題が違うんで、そんな無理やり結びつける必要はないと思うんですけども、一昨年ザマでなんか白石隆弘君という人が、あの9人ぶっ殺して、それであのアパートに隠してたっていう事件あったでしょ。あの事件ね、実はうちのすぐ近所なんですよ。近所っていうか、もう番地もすぐ近く で、その事件のあったね、シーバスハイムっていうところね、まあこれで事故物件になっちゃったんですけども、まあ驚くべきことにですね、今あれの事件で全然人出ていかなかったみたいですね。それどころか、まあまた空いた部屋に人が入ったみたいで、あのね、大島テルの功績ってそういうところかもしれないですね。あそこまで盛大に事故物件情報を出しちゃったから、なんかね、逆にその事故物件だって言われてもね、あんまりこう抵抗がなくなってしまったというかね、逆に事故物件に住みたいっていう人もいるわけなんですよね。事故物件だったら安くなるだろうっていうふうに期待して、で、まあこう逆説的なんだけども、そうやって安く買えるだろうっていう人がいっぱい殺到すると、この供給に対して需要ができるわけだから、まあ安くなるって言ってもそんなに安くならないんですよね。だからそういうところが大島テルの功績だと思うんですよね。だからその暴露しまくったことで、あんまりその事故物件っていうことでのダメージが軽減されたと。これはあのブラック問題についても同じようなところがあるんじゃないかと思います。もうブラックっていうことで、ね、もう暴露しまくったらね、そのブラックって言われても誰も気にしなくなるし、まあ逆にね、ブラック興味本位でね、ブラックに住みたいとか、そういう人もまたいると思うわけですね。あとなんか大阪の人間ってね、部落だったら土地差別があるとか言ってね、言ってるけどね、まあそこでいろいろ噛み合わないのが、田舎だったらそもそも土地差別も何もさ、あの土地売れないもんね、なかなか。田舎で土地売るのって大変ですから、その買い手がつく時点でもう差別も何もないだろうって、まあ僕なんかね、田舎もんだから思うんですけども、だからこうやって部落探訪をすることで、YouTube っていいんです。今若い人ね、ネットで何か検索するときに、その Google 検索っていうよりね、なんか画像検索だったり、あと YouTube で検索して動画を探すんですよね。
だからこのブラック探訪ってね、とにかくね、 YouTube でブラックとか童話だとかね、ブラック差別解消推進法っていう風にもう検索すると、この神奈川県人権啓発センターのこの啓発される啓発動画がいっぱい出てくると、まあ、そういう状態を目指しているわけです。そうすることで、まあ、カミングアウトとはまた違うんですけども、とにかくね、最初から暴露してしまうことで、暴露することの意味をなくすと。だからまあ、差別助長動画とかね、もうボロクソに言われてるんですけども、いや、私はもう本気で逆だと思います。でこれはもうブラック問題に限らず、インターネットのね、こうステマ業者っていうか、ああいう、まあ、削除屋とか、なんかこうネットでね、なんかいろいろこう工作活動するような業者もするんですけども、何かこう悪い評判が流れた時にそれを消すっていうんじゃなくて、なんかもっといい評判を流すとかね、その同じキーワードで、あるいはもういい悪い関係なく、もういろんな情報を流して、もう情報の大洪水にして、なんかこう悪いものも含めて全部こう埋もれさせてしまうとかね、そういう方法もあるわけですよ。で今もうこれほどね、情報化社会になると、暴露するためのコストより隠すコストの方が大きいんです。もうみんなオープンにする方が安くつくんですよね、今の時代だからね。その今なんか部落解放とかね、そういうことを言ってる人っていうのは、これはもう解放同盟だろうと、もう人権連だろうと、全国連だろうとね、もう今はね、考え方を変えるべきだと思います。これからの時代はね、なんか規制して物事を解決しようっていうんじゃなくて、こういろんなものを与えることで解決すると、出していくことで解決すると、そういう新しい考えを実践しているのが神奈川県人権啓発センターというわけです。まあね、部落探訪動画を上げつつ、時々こういう解説動画も入れていきたいと思います。それではありがとうございました。